どうも、ねずっちです。今ね、世間では闇営業がね、いろいろと問題になってますけどね、実は闇営業をするのは、芸人だけじゃないらしいですね。ちょっとこの話を聞いて驚いたんですけどね、実は一番闇営業をやってる仕事っていうのが、意外ですよ。お寿司屋さんなんだそうですね。最初本当かなとこう思ったんですけどね、実際寿司職人の人の話を聞いてね、それで納得したんですね。その方言ってました。我々の仕事はね、直でやり取りしてるってね。ねずっちです。ではまた。